ザ・アーティザン・プレイメイト、はい、付き合うにあたって SP はこんなやつですってことが書いてあります、はい、初めて彼女を見た瞬間、雷を打たれたような衝撃を受けました。彼女は僕をノックアウトしてしまったのです。黒肌と輝く青い目の信じられないほどの組み合わせ、それに蜂蜜色のブロンドヘアと見事なプロモーション、なんて魅力的なのでしょう。彼女は低くセクシーでジプシーのバラードを歌いながらまっすぐ僕の目を見つめてきました。彼女の笑顔は炎のようでした。絶対に彼女に会わなければ。アーマンド・ハーマー、はい、職人気質 SP アーティザンの人々が私たちを引きつける要素はいくつもあります。楽観主義、思いつきの行動、寛大さ、身体的な自信、他にもたくさんあると。しかし職人気質の人々の最も魅力的な特徴であり、彼らの恋愛スタイルを最もよく表すのは、間違いなく彼らが人間関係に持ち込む陽気でエキサイティングな感覚でしょうと。大将そんな感じしないですけどね、はい、陽気でエキサイティングな感じは内向だからじゃないですか。でも SP は変わんないって言うじゃないですか。変わんないけどって話ですよ。内向なのにみたいなところじゃないですか。あ、考え方、それをまあ表に出さないみたいなところはあるわけじゃないですか、内向だと。でも基本的には、はい、あのトヨタマのバスケットですか。え、どういうことですか。ラン&ガンですか。はい、もう攻め8割みたいな、はい、まあ、楽しいことをやろうよじゃないですか。それ無理して言ってるわけでもない。 SP になっちゃったからさって。無理して言ってるわけじゃないです。まあ、振り返るとですよね。なるほど、はい、アーティザン・コートシップ、職人気質との交際。 SP 職人気質の人と付き合うことはジェットコースターに乗るようなものだと。彼らはどこにいても何をしていようと誰と一緒であろうと興奮させる才能を持っており、どんな場面でもパーティーやスリル満点の冒険に変えてしまうでしょうと。親がよく子供に注意するような早すぎるデート相手になりがちですと。表現力豊かな SP 職人気質の人々はパーティーの花形であり、みんなの注目を集め、周囲の人をからかったり冗談を言ったりしますと。内向的で社交的でない SP 職人気質の人でさえユーモアといたずら心にあふれており、恋愛をゲームとして楽しんだりワイルドな旅行に出かけたりしているように見えると。職人気質の人がいる限り退屈することはないでしょう。恋愛においても他の事柄と同じように職人気質 SP の人々は行動に興奮を求めますと。つまり新しいことを試したりちょっとした危険を犯したりすることが一般的です。とにかくありふれたものではなく、物事を面白く保つために何か特別なことをしようとするのですと。また長期間同じ人と付き合うことを嫌がり、いろんな人と遊んでできるだけ自由と変化を経験しようと考えますと。職人気質の人々はパートナーを真剣に探すために人と付き合うことはあまりなく、気まぐれに楽しみのために人に惹かれ新しい土地を旅するように、また新しい関係を築くことを最も喜びますと。このような思いつきの駆け引きは職人気質の人々にとっては刺激的ですが、人間関係の問題を引き起こす可能性があります。職人気質の人はすぐに他の人との関係を持ってしまうため、その後のロマンスが色褪せてしまい負担になってしまうことがあると、まあ、こっちがロマンスになってるからですかね。新しい関係がロマンスになるので、こっちのロマンスは色褪せてしまうっていうことなのかなと思いましたけど、言うなれば束縛ですと。その場合、そしてどうやって関係を解消すればいいのか困惑します。対決っていうのは彼らの問題解決方法ではないと。彼らはむしろ黙って距離を置くことが彼らの選びそうな解決策ですと。ひどいやつですよね。はい、敵ですよ。はい、心当たりは、心当たり、はい、ここまでのことはないですけど、
でもこれ読んでて、はい、男だって見てるんですけど、はい、女性の SP もいるんですもんね。そうです。これはこの日本のこのモテないボーイたちにはちょっと、ま、楽しさみたいな感じなんじゃないですか。で、楽しさが薄れるみたいな話。 SP 女子に楽しさを求められると、はい、ちょっとプレッシャーですよね俺はそれ無理って、はい、そうすると冷めてっちゃうみたいな話、それはなんて思いながら、はい、つまんないなと思うと黙って離れるみたいな自然消滅っていうことを言ってるのかな。はい。 SP アーティザンの興奮の多くは明らかに性的なものですと。第一に他の気質よりもこの SP アーティザンはセクシーであることを気にしており、体を鍛え体型を維持し、ジムでのトレーニング、ジョギング、エアロビクスなどに時間を費やします。健康でいるためだけでなく相手の視線を引くためにも…またアーティザンは全てのタイプの中で最も性的な野心を持っています。冒険心があり、性的なことを含めてあらゆることに興味を持つ可能性があり、男性でも女性でも性的な豊かさと実験への強い関心があります。多くの男性がいる、時間が足りないというバンパーステッカーがあるように性に魅了されています。簡単に言えば性はアーティザンを魅了するのですと。彼らは性について話すことを楽しんでおり、性的な体験の詳細について聞くことを好みます。同時に抽象的なものにはあまり感銘を受けず、したがって恋愛のポエムのような象徴的な刺激は彼らを刺激しない。 SP は感覚的な刺激にはるかに反応しやすく、彼らの快楽主義にはセクシーなランジェリーやエキゾチックな場所、エロチックな映画で性行為を彩ることがありますと。ゆっくりと進む恋愛物語はあまり魅力的ではなく、 SP はそれを我慢できなくなりますと。ロミオとジュリエットやエロワーズとアベラールは明らかにアーティザンではありませんでした。実際アーティザンにとってそうした恋人たちとの嘆き悲しむ理想主義的な愛のスタイルはかなり退屈に見えるかもしれないと。ロミオとジュリエットは退屈だと。はい、なるほど。まあ物語としては面白いですよなるほど。はい。俺だったらあれはしないと。あれはしないじゃないですか。だってもうダメなんだもん、あの子はって感じ。いや、まあそこは、あ、そういうスリルは楽しそうですよね、はい、忍び込むとかね、そこが好きならみたいな。はい、はい、でもそれを長くそれを続ける、だからそういうのを楽しむみたいなのはないみたいな感じじゃないですか。XSTP は E と I が結構違う気がすると。なるほど。あやさんもカーシーの記述は E に偏ってる気がすると。うん、なるほど。まあ、SP の特徴をなんかボンと出してる感じはしますけどね。はい。合理的だと浮気症ですよねと。合理的だと浮気症なんですかね。まあ、効率的に自分の子孫を残すっていう行為じゃないですかね。はい。まあ、でも残せないですよね。効率的には無理ですね。はい。はい。スリルを求めるのが SP と。そうですね。濃い大きい男女ですね、確かに。カーシーの想像が膨らんでる。筆が乗ってきたんですかね。まあなんかそうそうそんなに浮気症みたいな典型的な感じはないと思うんですよね。それは法律とかね。まあ法律なくても。いやいや、法律なんかあります？っていうと、ね、やっぱこのモラルとかが縛ってるわけじゃないですか。モラルはあんまり SP には関係ないですもん。でそのモラルが関係ないってところが浮気症みたいな話にはつながってるんだとは思うんですけど。でも出会いが減るからね。僕はもう何もできないですけど、はい、島耕作みたいな男だったら、はい、僕は浮気症なんだろうなと思います。はい。何の告白ですかだから僕は、だから SP の人も、はい、うん、その現実はやってないでしょうけど、はい、もしかそういうシチュエーションだったら、はい、やってるよねとは思うんですけどね。まあなんかタイプの話どうぞでいくと、多分なんか楽しいことが好きみたいな話だと思うんですよ。はい。で楽しいと思ったら、はい、そういうこともするよみたいなタイプだって話だと思うんですよね。あ、
男女だけじゃねえよと。男女だけじゃなくこの要はカーシーはギャンブルにせいせいって言ってるけど、言ってるけど楽しいって思ったことにのめり込むタイプだから、でモラルとかもあんまり気にしないタイプだから、なんかそっちによれば行く可能性はあるよみたいな。浮気の相手は、はい、その人間だけじゃないよと、はいはい、っていう感覚ですかね。そういう感じだと思うんですよね。あのあいつですよ、ノートルダムのセムシ男に出てきた女性の名前、はい、エスメラルダだったっけ。わかんない、見てないです。あ、そっか、はい、P と J の違いは S の方が出やすいんですかねと。この辺の内向感覚はもう内向感覚じゃなくて心的機能でしたっけ。はい、まあ、もう僕には分かんないです。カーシー的にって話じゃないですか。 SP と SJ っていうじゃないですか。 NT と NF って P と J 一緒になってますけど、 S は T と F じゃなくて P と J で分かれてるから、 P と J の違いは S の方が、うーんはい、っていうことかなと思いました。はい、ごめんなさい、多分4週ぐらい見ると分かるかもしれません、はい、私はみんなにどう思われるかでブレーキがかからないだけなんじゃないですか SP。 はい、あ、人が思ったからどうとかでブレーキをかけることはないってことですね。あ、そうですね、自分が楽しいかどうかみたいな。これはじゃあ外向内向とかじゃなくてタイプだって話ですね。僕は結構、はい、あの人を見てブレーキかけるんですけど、はい、そういうのがないよって話じゃないですか SP は。なるほど、はい、